I'm Moraka and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka wherever you get your podcasts. 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップですさあ、台湾をめぐる駆け引きというのが慌ただしさ増しておりまして、台湾の蔡英文総統がアメリカを訪問して、日本時間の今日未明、マッカーシー下院議長と会談、一方、馬英九前総統は中国を訪れているということで、慌ただしくなってきましたね、はいはい、あの馬英九前総統はあの中国大陸に墓参りということで。はい 蔡英文さんはアメリカに飛行機の都合で立ち寄りということで、まあ理由はつけてるんですけど、えー、本来の目的は違うんですよね、はい、でまず蔡英文さんなんですけど、中南米2か国を回った後に、まあと、前と後ですね、はい、アメリカに立ち寄りました、うん、行きはニューヨーク、はい、で帰りはロサンゼルス。えー まあ、あのアメリカの東海岸、西海岸、珠洲を代表する都市を訪れるトランジットで立ち寄ったってことがミスだと思いますねニューヨークには国連の本部がありますよね、はい、そしてマッカーシー下院議長は、まあ、カリフォルニア州が地元ということも意識してるんですか、ねはいはい、その通りだと思います、うんあの、民主主義や人権を尊重する台湾の立場を、うんまあ、国際舞台であるニューヨークでアピールすると。うん でまた、えー、マッカーシー、えー、下院議長たちとの会談は先ほど終わりましたけど共和党だけじゃなくてですね、えーえー、民主党のいわゆる超党派の方々と会ってますので、えーえー、与野党ともに台湾を支援ということをですね。 でまあ、あの台湾の総統、現職の総統がアメリカに立ち寄るっていうのは過去にも何度もあって、蔡、はい、さん自身も今回7回目なんですよ、でまあ、中国は当然反発するします、えー、だけどアメリカは、まあ、トランジットだよってことで、はいまあ、それうをう理由に認めて、中国を牽制すると、うんでえー、だけど、まあ、中国としては断固反対して、えー、まさに今日以降ですね。えーはい まあ、拳を振り上げざるを得ないということになると思いますね、<ー>中国は。はい、そうなると、もう中米歴訪よりもアメリカへ行く方が重要っていうふうにも見えてくるわけなんですけれども、はい、その蔡英文総統は、アメリカ滞在中にこうアピールは成功したのか、マッカーシーの,あの前任のペロシ議長も、昨年、台湾を訪れたときにです、ね、はい、中国は台湾近海で軍事演習を行うなど、まあ、猛反発しましたよね。はい 民進党という与党の中でも、蔡英文さんというのは穏健な派なんですよ、そもそもが法律の学者出身の方でして、英語もペラペラです、今回も通訳なしでアメリカでやってましたね、ですから穏健な、過度に中国を刺激しないという意味では、アメリカとしても好ましい人物だと言えますね一方で、馬英九前総統は中国を訪れているわです実は私はこちらの方に注目してきました。 で訪問は明日まで12日間で、うんえー、バキューさんの主たる目訪問目的は先祖の墓参り、中国社会では大切にしている祝日として、うん、しあの4月に清明節ってなるんですまさに昨日が清明でした、ね、世紀ので、えーまあ、日本のお盆の時のお墓参りのように、あ<ー>まあ中国人はこの清明節にまあお墓参りするんですよ。 で、馬英九さんの一族のルーツは、あの中国の湖南省で。はい、まあ、戦後、台湾にやってきました。ええ、まあ、馬英九さんはお墓の前で、まあ、亡きおじいさんたちに。うん、馬英九の永久、永久が帰ってきました。うん、というふうな、まあ、報告をしてましたですね。うん、はい。で、ええー、まあ、馬英九さんっていうのは、あの、まあ、日本にも。 結構有名で、あの台北市長の時には福岡にも来てまして、はい、えっと2001年でした。はい。あのまあスポーツマンであっての毎朝大濠公園でジョギングしたりとかそういそうだったんですね。で、もうその場合球氏というと国民党で、で今の蔡英文氏の前の総統だったわですよね。えっと2008年から2016年まで2期、2期8年間まあ総統を務めましたですね。現職の総統のアメリカ訪問よりも 前の総統の中国訪問の方が気になるって飯田さん、さっきおっしゃいましたけど、それはなぜなんですか 2>,、はい、2つあります 1>、はいまあ、1つは馬英九さんの中国滞在中のまあ言動、うんで、もう1つはそれをもてなす、まあ、中国側の態度ですね。馬英九さんは墓参り以外に、うん、まあ南京にある国民党の創始者、孫文,孫文の,あのお墓も参ってますね。孫文っていうのは、えー、侵害革命を主導して、うん 中国大陸においても台湾においても国の地、国府なんですよね。はい、で、えー、まあちなみにあの南京っていうところは国民党がまあ中国大陸にあった頃本拠地を置いてました。<ー>で、バイキュウさんはですね、あのー、孫文の墓をまい、まあ、た後にまあこんな談話を発表しています。はいえー、台湾海峡の両岸、中国と台湾、えー、が 平和を追求し戦争を回避するとともに中華の侵攻に力を尽くすことを強く望むこれは両岸の中国人の避けてはならない責任である、はい、でまた馬英九さんは中国側の高官との会談で、まあ、台湾海峡両岸中台ですね同胞は同じ中華民族に属すると述べたわけですよ。でまあ孫文の墓の前ではあの記号、まあ、あの筆を取りまして。はい 平和のために奮闘し、中華民国、中華民族を進攻させようって言ってますよね。はい。<ー>で、この台湾海峡両岸の中国人とか、うん、海峡両岸の同胞は同じ中華民族。うん、まあ、中国と台湾の統一志向の強いバイキュウさんらしい発言なんですよね。うん、で、この中華民族の進攻とバイキュウさんが言った言葉っていうのは、はい、習近平さんがよく繰り返す中華民族の偉大な復興これにもつながりますよね。なるほどですね。はい そしてあの南京というと、南京大虐殺の記念館にも、馬英九氏は足を運ん,だんですよねここはあの、旧日本軍が南京の民間人や捕虜、30万人以上を殺害したという、うんまあ、中国側の主張に沿った、まあ、展示物が並んでいるんですよ、ええで。先ほど紹介した中華民族の信攻中華民族の復興というのは、ですね列強にかつて蹂躙された、まあ、弱い中国に絶対戻っちゃいけないという、まあ、そういう決意でもあるわけなんですよ。 ですからあのこの宣伝施設である記念館を、まあ、馬英九さんはわれわれすべての中国人はこの南京事件から教訓を得るべきだと、うん、まあ他のものから虐げられないようにしなくちゃいけない、まあ、こんなことも語ってますよね。はい 共産党と国民党は、まあ、でも内戦を繰り広げてきたわけですけれども、はい、一時は一緒になって日本と戦った歴史もあるわけですよね。その大虐殺記念館は国民党と共産党が手を携えた時代の証明だとそして国民党、うん、共産党は同じ中華民族の政党だという,こうナショナリズムを鼓舞する形になったとっいうような感じなんですね。そそうだだとと思思いいまますすすれが注目目点ののののつさんに対する中国側のもてなし台湾の現在の与党 これは民進党ですけど、はい、まあここはあの台湾土着の方々の政党なんですよね、で国民党は一方、まあ、中国本土にルーツを持ちます<ー>で、中国と台湾が一つの中国に属する、一つの中国、はい、でこの立場は、あのまあ、それとあの同じ中華民族だっていう,うまあ共通認識は中国国民党も中国共産党も持つわけなんですよ。で一方のの台湾の民進党はややいや そんんんなな一つの中国なんてててませんよっていう立場ですね、うんうん、で台湾の独立を阻止したい大陸の共産党にとって、まあ、国民党は台湾にあっても今やまあ重要なパートナーなわけですよね。うんはい、であの台湾のメディアの報告報道を追いかけると、はいまあ、バ馬英九さんは VIP 待遇を受けてます。はいうん、でそれが報道を通じて台湾に伝わるわけですよ。うん、でそうなれば台湾の市民はいやビジネスにおいても <laughs> 安全保障においても やっぱり民進党じゃだめだねと、中台関係の安定のためには国民党だねという意識が、うん、まあ有権者に広がる、植え付ける、うん、もちろん、あのー、これは全、すべて来年1月の総統選挙のために、うん、国民党が政権を奪回できるように、まあ、中国側がうまく演出しているってことだと思いますね、はい、一方の,その蔡英文総統のアメリカ訪問、た、はい、や馬英九前総統の中国訪問。 これ台湾の有権者の方はこれどういうふうに見るんでしょうね、えー、どういう影響を与えまたバイエーキューさんの発言に戻るんですけど私はやっぱりこう台湾海峡両岸の中国人というこの表現がすごく気になるんですよ。で台湾の今、多くの方、若い人たちを中心に、えー、いや、自分は中国人ではないと、自分は台湾人なんだという意識が広がってますねであの。台湾のある大学、政治大学という大学が今年1月に発表した意識調査によると、アンケート結果、 ずっと現状のままを望むまた現状を維持して台湾の将来は将来決めようよって答えた人が57%いるんですよで一方ですぐに統一すべき、うん、統一に向けて進むべきって答えた人は7%しかないわけなんですよだから、えー、バイエキュさんが中国人中国人ということを強調すれば まああの中国に飲み込まれたくないという心配する有権者の意見も膨らんでくるからもしれませんし、またえ国民党への反発を招く可能性もある、一方で、やっぱり中国とことを構えたくないという思いもあるわけですその辺ですそでね来年の1月の総統選に向けて、でもこのなんていうでしょう、駆け引きは始まったばっかりですからね、しっかりわれわれもちょっと注視したいなと思います。飯田和夫のキャッッチアップお送りしましまた 落語家の立川です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川卿司のニュース落語」もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで立川卿司で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川賞賜金サイトを聞いてください満週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川賞賜のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川賞賜のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれね あ,あ毎週考えてんだよ。